増田の対戦です。延長に入りました。増田やや苦戦です。優勝候補の一人増田、苦しい戦いになっています。しかし貫禄勝ち、判定3対0で市川を下します。2回戦最後の試合になりました。増田と増田の戦いです。もう一つここまで波に乗ることができません増田です。この辺からペースをつかみたいところです。まだポイントの開きはありません。しかし着々と攻撃の手を加えて、増田が増田を下して3回戦進出です。判定5対0。3回戦最後の試合になりました。25歳千葉県出身の石田慎太と増田明の戦いです。延長に入っています。この試合も苦しい戦いになっています増田です。石田もよくここまで健闘しています。優勝候補の一人増田、大きなタイトルを狙います。回し蹴りを出しますがもう一つ決まりません。延長1回目、判定4対0。延長2回で辛くも勝ちました。そして準決勝で山木に延長1回判定で敗れています。あ、これは増田 もう激しい攻撃です。立ち上がり中段回し蹴り、そして上段回し蹴り、右の中段回し蹴り、そして突き中段突き、左右の中段突きを出します増田。右中段回し蹴り、下段回し蹴り、上げていると思うんですけど、立ち上がりです。増田、まずは相手の出方を伺います。下段回し蹴り、まあ、増田というと大きなタイトルがない、無冠、必ずそれが言われるんで、はい、本人も本当にそれは意識していると思いますけどね。そうですね。しかし先ほどから あの増田選手の戦いはもう大変素晴らしい技を出してますけど、やっとなんか彼もですね、まあ、自分なりにこう目が覚めたというような気持ちでやってるんじゃないですかね。4回戦までは増田どうしたんだろうという感じだったんですが、この大会その5番の回し蹴りが非常によく決まってますね。聞いてますね。ハイキックを出しました外の手、そして中段突き、中段突きを出します。下段回し蹴りの増田、増田が右下段回し蹴りを先ほどから出しています。聞いてますね。中段突きから下段回し蹴り、外立てやや効いています。今度は膝蹴り、膝蹴りで、そして前蹴り、外立て、外立ても技を出します。両選手とも積極的に攻めています。あ、また下段回し蹴りを出した。まあ、いずれにしてもですね、これはもう2人にとって試合になりました、はい、どういう点を一番見たいですか。もうここまで来たらもうどちらってことなく、もう本当にやっぱり今まで積み重ねていたことを悔いなくここで思いっきり出してもらいたいですね。増田、今まで大きなタイトルはありません。無冠の増田と言われておりました。この大会全てをかけています。緑健二、2年半のブランクから復帰しました。ハイキックを出します。そして増田、得意の下段蹴り、延長に入りました。延長は2分です。増田、128番が増田です。45番が緑、28歳同士の対戦です。あ、増田が膝蹴り、膝蹴りから中段突き、というのも感じますね。引退をしてもおかしくないと言われて、はい、タイトルを取るまではやめられないと続けてきた増田、はい、あ、下段の回し蹴りを出します増田、そして緑は中段突きで返します。力を振り絞ります。決勝いません。増田明と緑健二の対戦です。28歳です。ハイキックが決まりました。ハイキックが決まりました。増田2人の主審3人が取ってますね。上段回し蹴りが決まりました。技ありです。技ありが取りました。増田悲願の初戦になりましたね。この試合はもう論評はいらないですね。増田蹴りを出します。中段の回し蹴り、これも決まっています。緑が食らってきました。緑を追い込めます。膝蹴り、膝蹴り、増田左後ろ回し蹴り、後ろ回し蹴り、増田、増田最後の力を振り絞ります。前蹴り、延長の時間もだいぶ少なくなってきました。上段の回し蹴りで技あり一つを取っています増田。悲願の執念の初優勝なるかどうかに包まれています。大きな声援、緑の前蹴り、増田も蹴りを出します。もう時間はだいぶ少なくなってきました。延長の2回目です。増田、今まで大きなタイトルはありませんでした。試合終了、試合終了。増田が上段回し蹴りで技あり1つを取っています。赤い旗が4本、優勝です。大きなタイトルを初めて獲得しました。ありました松田選手、素晴らしいですね。もう両方とも素晴
晴らしいの一言に尽きると思います。左はその勝利を祝福します。ついに増田明悲願を達成しました。いやー堂山さん、はい、この増田、はい、このね、もうダメじゃないかと、はい、もうやめた方がいいんじゃないかというふうに言われることもありました。それを乗り越えて
増田と同じ釜の飯を食べた水口力也が増田に対する。頑張れ頑張れ。水口は祈りを込めながら剣を振り上げる。